カイル・ノートンは、イングランド・シェフィールド出身のサッカー選手。ポジションは右サイドバック。スウォンジー・シティ・ AFC 所属。イングランドの工業都市であるシェフィールドで生まれ育った、ノートンは、7歳から、地元のクラブである、シェフィールド・ユナイテッド・ FC のアカデミーでキャリアをスタート、させた。長きにわたって、ユース・リザーブチームで過ごし、2008年1月に、グレトナ・ FC に、 レンタル移籍した。その後はクラブに戻り、2008年9月20日のノリチシティ FC 戦でリーグデビューを果たすと、以降はコンスタントに出場を重ね、チームもフットボールリーグチャンピオンシップで3位に、つけるなど好調なシーズンを過ごした。2009年7月、シーズン開幕を前にシェフィールドユナイテッドのチームメイトであるカイル・ウォーカーと共に、 トッテナムホットスパー FC へ移籍することとなった。このシーズンには8月23日のウエストハムユナイテッド FC 戦で終盤に途中出場し、プレミアリーグデビューしている。2010年1月、チャンピオンシップ所属のミドルズブラ FC に半年間のレンタルで移籍した。続く2010から11シーズンは、再びチャンピオンシップのクラブであるレスターシティ FC へ。 翌2011から12シーズンには、プレミアリーグのノリジシティ FC へのローンを経験するなど、長らく県産の日々を過ごした後トッテナムに復帰した。2015年1月22日、遺跡金500万ポンドで、スウォンジーシティ AFC に完全一席。2008年11月18日、U21 チェコ代表との国際親善試合で、 U21 イングランド代表の一員として出場し、以後9試合に出場した。ありがとうございます。